忘れた。あかんな。名前出てけへん。石勘となんやんだかな。石勘と、コンサブロちゃうもん。コンサブロはもうすぐ高いやつで、あ、同心祭。今日ここの、同心祭。同心祭もっと値段上がっていく。いい大社発。今も、作った、より出回ってる分しか上がって。値段上がるな。で、品張ったらもっと上がる。コンサブローは、もう死んではるからな。僕の昔に。で、こんな金槌の頭。頭で何万もする。5、6万せえへんのかな、コンサブロー。こんなんね、こんな頭で。ホームセンターやったら、この、頭だけで売ったんだよ。まあまあまあ、あんまり荒いけど、2、3000だよ。2、3000やったらちょっと ANA するんですよ。それが1500、600円で売ったの。それが5万。5万ぐらい、高速を。名人。現場の名人。で、俺、同心さんのやつは、それでもやっぱ2万ぐらいだな。こんな。チクチク。チクチクですよ。それが長引きだ。え？どういう意味？せや、必ずしも。必ずしも。で、2万です。皮脂管で、皮脂管はそんな高ない。皮脂管、うん、高ないな。5、6000円いるかな。まあ、それでも普通の値段、2倍。まあ、倍ぐらいかな、皮脂管で。ええ、必ずしも。3倍もせえへん。せえへん。必ずしも2人持ってるもんな。いらんのに。いらんのにはもうそんな必ずしばっかり。せえ、同心祭はなんか、最後の同心祭はなんか欲しいような気すんねんけど。高い3万とか。かっこええよ、また。俺もちょっとももうちょっと高いの方でよかったけどな。木目なんたらかんたら言うのもあんの。高いね。5万とかするの。俺もうやめてるもん。もう金づちにこんな金使ってられへんしな。かっこいいねんけどな。これ会いたいけど、道具も集めなあかんけどな。仕事、まあ仕事道具やもんな。うん。同心さえまっすぐ言えるの。一発で言うわ。まあ50問目で1万5千円。ヤスリ仕上げ。俺の餌やからヤスリ仕上げ。の50問目。やったかな。これのもっと凝ったやつがむっちゃ高いね、これ。俺買おうかな思うけど、もうやめといた。7、8万したんかな。ソールドアウト、ほらもうみんな売れてるわ、ほんま引退しようだろうな、もうこんなん値段上がるの分かってんの。安売り仕上げでもあらへん。もうこんなんもう他の絵セットもやったらまだあんの。いつもよつもいらんやん、セットバラ売りはしてプラス33万するわ。4つセットで、ヤスリ仕上げで。大したことあらへんで、ヤスリ仕上げで。俺もヤスリ仕上げ持ってんけど、ヤスリでギャーッこしただけや。すぐ。33万やろな。ゲームを聞く歌いと思ってよ。3個セット、100問目。3個セットで7万5900円でどうたかないの。全部100問目やもんな、いらんもんな、3つもね。誰かと一緒に買うんやったらいいけど。これはいらんわ。かっこいいけど。
いうかもういらんけどな、1個も120問目よ、もうどれも全部ソーブがアウトや、もう打てへんな、やっぱり俺、見てる時でも全然もうなかったもん、ええやつはええやつが売れていけるの、これええやつから売れていって残ってんのは簡単な仕上げの、安い仕上げとかで、ほんまにめっちゃ高いやつは上で売れて彫刻入ってるやつは、ヤスリ仕上げの上って何なの、これが木仕上げで入れるの、浮かないでよ、木の木目みたいな、これかっこいいね、めっちゃかっこいいね、これがこれがもうこの技ができん、この鋼とこの生の鉄をこうピッとぶっつける、これが難しいらしい、名人名人、ここのサイトで買うた俺、もうなかったよ、もう同心さん見てないけど、安い仕上げでこれやろ、これこれ安い仕上げや、これ安いでコストだけやもん、仕上げ最高、何のことあらへん、ヤスリで仕上げた俺もなんかちょっとなんかくすんできたな、そこら辺のヤスリで削ってるのもう同心さん同心さん、もうええよ、もうヤスリやし、もう全部売り切れやな、やっぱりみんなよしとるわ、やっぱりええやつは、80本目で1万円よ、これ焼き入れで仕上げた、これで100本目よう使うもんな、やっぱ売り切れやな、110本目在庫あり、120本目ちょっとごついな、ええやつあんねん、超本パーったような、タイニーチョかっこええの、これ濃い彫ったわ、これは新斎さんが自分で掘るの、タナメかっこいいやろ、俺羊持ってる、同心斎の弟子ハルキー、それも高かった、8000ぐらいさ、それが100問目やった、8000やったらやっぱり破格や、高い、だいたい普通の安問目って1500、俺ドギューの持ってるけども、ドギューも一応ブランドやけど、ドギューのステンのやつ持ってるけど1500円やった、うん、同じ大きさで、それで8000円やから、それは全部高い、うん、それを潰してもうたよ、ブロックどつき回して5倍やろな、うん、ブロックバーッ張っててそれで金槌やらへんし、うん、そのハルキーのその値口あるって知らんがって、まあ8000円でこうだけど、ちょっと高いなこの金槌思いながら使ってねんけど、それガーッてえぐれてる、であとネットで調べたら、この人の弟子やね、今ネクジ上がってるんですよ、この弟子を、それを知らんとどすぎ回してても家に置いてあるわ、ぐにゃーって、もうぐにゃーってなくなって、もったいないなぁ思ったけど、こんなな、やっぱ書くやつから全部売れるの、こうって、みんな持ってへんようなやつやと欲しがるのな、職人って、やっぱり道具好きなやつは知っとんねん、同心さん、筆紙缶とか高いよーって、でもよしとるわ、これもヤスリ仕上げや、同心さんは打てへんな、やっぱり俺でギリ最後やったな、打てへんな、いやもう何個もいらんからな、これ100本目これ欲しいけどな、価格はお問い合わせください、分からへんかな、女性がいいねやつやけど、価格はお問い合わせください、
こんなんしたらええねんけどな、なんぼやる。塩ずる仕上げ、塩ずる言うたら神田の明治の屋号やけどね、塩ずる言うたら、それとあんの関係あんのかな。まあ引きずばはってことやろ。え、引きずばはったんちゃう。じゃあ塩ずる言うたら神田の明治やけど、あかんな、神田を作る明治や、これうん鍛冶屋